市街の通りトゥルヌ・マグレレは、ルーマニアのテレオルマン県に属する都市。中世には近くを流れる、オルト川とドナウ川の合流点の北西にあるトゥルヌ、こうによって発展を遂げた。対岸のブルガリアのニコポルトの間で、フェリーが就航している。ローマ帝国時代の330年に、コンスタンティノス一世がドナウ川に橋を築いたが、今でも数本が残っている。 一帯の肥沃な土地は、ブルナス平原と呼ばれ、市街の4キロメートル南西でオルト川が、ドナウ川に交流する。平均海抜は33メートル。ルーマニア正教会の聖、ハラランビオス大聖堂都市の名はルーマニア語で、丘の島を意味する。これは、東ローマ帝国皇帝のユスティニアヌス一世が6世紀に、築いた鳥での防壁にちなんだもので、現在でも廃墟が残る。 ワラキアコミルチャ一世の知性の終わり頃、1417年に、オスマン帝国の支配下に入り、ジュルジュや、ブライラと同じく、カザーが設けられた。ブラド・ツェッペシュやミハイユー観光による反オスマンの反乱を経て、1809年に、ヤンクジアヌラのハイクが反乱を起こし、オスマンパズバントールに勝利した。百二十六年のアッケルマン条約と百二十九年の、 アドリアのオープル条約により他の二つの風と共に再びワラキア領となった。1839年にテレオルマン県の県都となった。近郊のイスラズ村では1848年にワラキア革命が起こった。ルーマニア独立戦争中はブルガリアの全哨基地となった。1968年の行政再編によって自治体になった。観光の目玉は 中心街にある聖、ハラランビオス大聖堂である。20世紀初頭に、ギリシャ系の脳からによって建てられたもので、クルテアであるジェシュの大聖堂に習い、ーキルネッサンス様式を基調としている。また、1877年から1878年の独立戦争で、トゥルヌマグレレが重要な役割を果たしたことから、建てられた独立記念碑もランドマークとなっている。かつては、 科学と製紙業が基幹産業であったが近年ディーゼルエンジンと食品加工の工場が稼働して多角化している。うち科学工場は基準値を上回るアンモニアや硫化水素を含むガスを排出することで悪名高く、おそらく欧州連合の大気汚染の環境基準を満たしていない。ありがとうございます。